トレイシー・ウォルターはアメリカ合衆国ニュージャージー州、ジャージーシティ生まれの俳優、声優である。これまで100本以上の映画やテレビドラマに出演してきた性格俳優のウォルターは1947年にニュージャージー州で生まれる。父親はトラックドライバーだった。オフブロードウェイなどの舞台での活動を得て映画ジンジャーでデビュー。その後、数多くの映画に出演して、 インパクトのある名脇役ぶりを発揮している。俳優になる前は、ジャージーシティにある自動車部品の販売店で働いていた。ジョナサン・デミ監督や俳優であり映画監督でもある、ダニー・デビートの映画にしばしば顔を出しており、その他の代表作は、ジャック・パランスがアカデミー助演団優勝を受賞した、ビリー・クリスタルの主演作、シティス・スリッカーズのシェフ役や、 ティム・バートン監督のヒーロー大作、バットマンに出てくるジャック・ニコルソン・フン・スル・ジョーカーの右腕的存在のボブ役、日本でもおなじみのテレビドラマ、刑事・ナッシュ・ブリッジスに登場する、天使役などがある。ポリー・ウォルターという一人娘がおり、2008年に、キャット・ドレアグド・インという映画の脚本を務めている。なお、同作品には父親である、ウォルター自身も出演した。また、 ポリーの養い親は、信仰が深いダニー・デビート・トリー・パールマン夫妻である。またジャック・ニコルソンとの親交もあり、ニコルソン演じるジョーカーの右腕、ボブを演じるきっかけとなったのは、ニコルソンの推薦によるものである。その他、ジョナサン・デミ監督の作品にも、よく顔を出している。ありがとうございます。